私、明けない夜はないっていう言葉すごく好きで、本当に辛い状況はずっとは続かない、絶対にそこに影が差していたらその影を作っていた光が見える時があると思うんです。それは自分もそういう人生だったし、まあ、10代から仕事を始めて20代30代前ぐらいまではものすごい自分の感情に自分の気持ちが追いつかなかったっていうか、そんな時期もありました。でもそれがその時は辛かったけど、あれがなかった今の自分はどうなるんだろうとか、ああいう時期がなかった今の自分はどうなってるかなと思うと、あってよかったなって思います。なんか緊張しますね。こんにちは、お願いします。こんにちは、お願いします。では始めさせていただきます。はい、お願いします。目を閉じていただいて、はい、こちらからお伝えする単語に対し連想する言葉をお答えください。幸せ。簡単には使ってはいけない言葉。冒険。人生。努力。を重ねればそれはすべて栄養になる。アイドル。アイドル。夢とか希望を提供する存在。母親。私の母親に対してだったら、最も敬愛する人。評価。評価。聞きたいけど怖い。怖いけど聞きたい。偏見。偏見。未来を妨げるもの、こと。妬み。妬み。妬み。私の辞書の中にはないです。日本人。私は半分日本人です。マスコミ。マスコミ。その時代を象徴する存在。出会い。の運は最強だと思っています。秘密。秘密。秘すれば花って言葉は好きですね。